K1 オフィシャルグッズインフォメーション。 K1 ロゴグッズや T シャツなど充実のラインナップ。 K1 グッズでバッチリ決めてみんなで盛り上がろう。お求めは K1 ショップまで。さあ今両者向かい合います。テラッとこれ引き締まったいい表情してますね。そうですね、本当にこう気合十分の表情というか、なんか伝わってきますね、それが。いやもう何と言いますか、こう退路を立ったかのような形で状況を変えてこの一戦を迎えましたよね。もう本当にあの裸一貫、あの新たな気持ちでこのベルトを取るっていうのが、あのベルトの返上と、まあ、所属先を変えたっていうことに表れてると思いますね。右ローキック一発、バチーンという音が響いています。赤いグローブが寺戸、今度は右の足へ。任すキルは初登場なんですけれども、この長い手足、これはちょっと厄介ですね。そうですね、あのトーマス・アダマントポーロ選手と違って、 あんまり音の情報がないような状態だったんですけど、まあ、この体型見る限り、まあ、手足長くてやりづらそうなのと、あとテコンドー着を着て入場していたので、まあ、そういうバックボーがあるんであれば、まあ、距離の取り方とかその辺がちょっとうまいんじゃないかなというような予想はできる選手ですよね。はい、でこの蹴りですね、はい、中心にしてきます。スイッチもします。ローまでつなげる、足を組み替える寺戸。序盤の動きどうですか。まあ本当に、まあ、どういう動きする選手かというのがちょっと寺戸選手もまだ把握してないと思うので、まあ細かく出される攻撃からちょっとずつどういう選手かというのを探ってるラウンドじゃないですかね、まだ。とにかく初代クラッシュの王座決定トーナメントがあったんですが、そこでは草壁龍也戦、悔しい思いをしました。しかし前回の住美穂戦、1ラウンド KO 勝利でしたね、寺戸。そうですね、まあそこからまだこのタイトル戦っていう、まあ、新たなモチベーションがあってここまで来てると思うので、はい、まあここは本当に試合するだけじゃなくて、やっぱり取らなきゃ意味ないっていうのも寺戸選手は感じてるでしょうね。おー、右の連打します。強力な寺戸の蹴り、お膝が伸びてくる、左右ときます。でもここをチャンスと見たか寺戸、いや勢いを待ってというところです。左、そこから右のローキックへ。ちょっとこの右のローキックが活路を見出しているところじゃないですか、寺戸選手は、はいはい、ちょっと任すキルが嫌がるような処理もありますよね、はい、右ローパンチから右ローまでというところ寺戸です。残り30秒を切っています。第1ラウンド、本当にこうパンチは捨てパンチじゃないですけど、ちょっとパンチで詰めて相手がロープ詰まったり、こうカットできないようにしてローを蹴ってるんで、はい、これをどん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 もらうと、あのマカスキル選手の方がやっぱ足止まっちゃいますよね。ローキック3連打、右ハイで突き放すようにするのがマカスキルです。さらに右膝、あの膝は嫌でしょう寺戸。ここで第1ラウンド終了です。試合前に寺戸選手 のパンチのトレーナーの、まあ、押下さんという方に話聞いたんですけど、はい、もうバンタム、スーパーバンタムとかそのぐらいの階級でもミドルとかそのぐらいのパンチ力があるっていうふうに言ってたので、はいはい、まあ、そのパンチも期待できますよね。だいぶ本人も自信を持っているようですね、はい、今回もやはりパンチ、そして倒せる武器を用意していますという寺戸。さあ第2ラウンドはいかに戦うのか。右ロー、任すキルが放ってきます。左のパンチから右のローというアドバイス、赤コーナーから飛んでいます。ここ
ほぼ右ローです。本当に寺田選手パンチが強いっていうのがマカスキル選手のも警戒してると思いますけど、それでこのローを蹴られるんで、逆に足の方が効いちゃいますよね。そうですよね、うん、さらにボディへ、あーぐらついたマカスキル、今の右のボディストレート効きましたね。そこからローキック、はい、もう一つ、あ、足が揃ってしまうマカスキル、左足を小足にかかる寺戸、いけると踏んだようですね。そうですね、いやもうここはもう攻め時だと思いますね。さらにボディ左右全てバランスよく攻撃を繰り出してきます寺戸です。照準を定め直してからパンチから右ロー、さらに左アッパー右ストレート右のローキック、ここは攻撃をどうだ、伺ってあ右ローですね、右です、完全に効きましたね今。嫌がるバカスキル、膝回る左の膝、キックの連打、ダウンを奪っています。寺戸切り餅をつくように赤コーナーで崩れたのはバカスキル、立ち上がっています。さあ寺戸残り1分あります。ここは逆にも慌てず、まあ、かなり効いてると思うんで、ボディを崩してそこからローでいいと思いますね。もう足がほとんど9時に曲がるようになりますね、はい、マカスキル飛び膝、さらに振り下ろしのローボディが当たるという声もある。赤コーナー寺戸サイド、これはもちろんダウンではありません。足を気にしますマカスキル、ここはひたすら出る左のインロー右ロー、2度目のダウンを奪っています。あとまだ20秒以上ある。カウント8で立ち上がっていますマカスキルです。いやよく立ちました。もう1回ダウンを奪えば寺戸の勝利です。セコンドを見張るようなそんな視線もあったマカスキル、決めたい決めたい寺戸、いやしかし強いミドルキック前蹴り、ダウンではありませんがここで第2ラウンド終了です。第2ラウンド、いや KO まであと1つというところだったんですけれど、これもうスイッチしています。ああそうですね、サウスも変えましたね構えを、はい、でも前に出てきて膝、首ついて首相撲の体勢からの膝はいけません。でもカスキルは戦略を変えています。もちろん攻撃はローキックが効いているというのがあるんでしょうけれども、もしかしたらもともと両方構えれるのかもしれないですね、はい、なるほど。となると寺戸これにどう対応するかですね、はい、ちょっと 1,2 ラウンドと間合いとか距離感が変わると思うので、まあ、ちょっと1回仕切り直しでまたこのラウンドからスタートっていうの気持ちでまた当たる攻撃を探っていった方がいいかもしれないですね。これでまた右のローキックにこだわってスタイル崩れてしまうとリズム悪くなったりするんで、はいはい、あそれもあって左 の, あのボディへのパンチ、はい、そうですね、右ローはこれでは奥足を蹴るという形になりますね、はい、寺戸だいぶ距離はあります、はい、マカスキル選手の方が、まあ、手足も長くて結構リーチもあるので、はい、これで左ミドルとか蹴られて距離取られるとなかなか奥足のローを蹴るっていうのは難しいですからね。フェイント気味のパンチマカスキル、これはローブローです。こういうアクシデントも怖いですよ ね、はい、本当なんかこういうちょっとしたところでどんどんこうリズムが狂っていったりもするので、はい、プラスこうマカスキル選手の情報がなくていきなりこう構えがサウスポーに構えるとプラス選手の方としてもちょっとやりにくいですからね、はい、そうですね、あ強い右がありますけれども寺戸前蹴り、これはいやな
かなか崩せなくなっているか寺戸。ちょっと癖者ですね若槻選手は、まだ何をしてくるか分かりませんね、はい、なりふり構わずというところです。残り1分を切った中盤の第3ラウンド、5ラウンド制です。 ISKA 世界スーパーバンタム級王座決定戦。ここも足を取って今体勢が崩れたところ、あのロングコンパスですから顔まで蹴りが届きますよね、はい、ちょっと不用意にやっぱ入れなくなってきましたね、はい、でも強引に首を引き寄せるようにして膝打ち込んでくるマガスキル。ミドルキックもまだ威力はありそうです。5ラウンドまでとはまた違う戦いぶりを見せているマガスキル。難敵だということが分かりました。ただ今のこれは効いた、崩しています。この第3ラウンドも終盤で寺戸がダウンを奪っています。合計これにより、2ラウンドに2回、3ラウンド目に1回ダウンを奪ったということになります。基本的にパンチのプレッシャーかけて下がらせて空間潰してローで倒すっていうのがやっぱり今の渡辺選手は一番いい攻撃かなと思いますね。さあ試合は第4ラウンド、同じ世界戦に出陣しました尾崎慶治は僅差で敗れています。寺戸勝たなければいけませんで、勝利は近づいたんですけれども、マカスキルが粘ります。でまたまだ何があるか、何を隠し持っているかわからない、まあ、あんまりこう真正面から行こうとするとあの若槻選手のあの前蹴りでこう距離を止められちゃうんで、はい、やっぱ外にサイドに出ながら攻撃出したいですよね。そうですね、まっすぐ前ですとがっちりと合わされます。右ロー、もう一発。中村さん、今度は前足の方に当ててきますね、はい、そして右のパンチ、まあ、ポイント的にはだいぶもうマカスキル選手の方が負けてるんで、はい、こういう戦い方してたらマカスキル選手は勝てないと思うんですけどね、でも、まあ、距離取りながら、まあ、ポイント取るような試合をしているので余計やりづらいですよね、寺田選手は。これでも、ね、まあ、出てきてくれれば自分の攻撃も当たるんですけど、はい、ここまで来たからには倒したいというテーマも生まれてきますよね、はい、寺戸いいよ。いや、ここで中村さんご指摘の距離を潰すというところなんですが、危ない危ない、足を抱え上げて崩してからの膝、いや、まだ怖いですね、はい、なんか本当こういろんな意味でやりにくい相手ですよね、またこの若スキルっていう選手は、はい、でローキック、もうこれだいぶ痛むはずなんですけれども、まあ、マカスキル選手はパンチもらうと結構ガード固めて亀になるんで、はい、そういう状態にさせてから強いロー一発切りたいですね。あ、これはどうだ、これもダウンになります。第4ラウンド2度目のダウン、セコンドがマカスキルの表情を伺います。ちょっと顔も弱気になってるんで、どうですかね、勝ちましたね、はい、あと40秒あります。もう1回ダウンを奪って KO したい寺戸、世界タイトルが一気に近づいてきた、それは変わりません。あと30秒、自分の赤コーナーまで詰めていく、しかし押し返そうとする組んで任すキルです。でまたこれがある、これは時間のロスにもなりますね。またちょっとやっぱ気持ち的にもイライラしちゃいますよね、ああいうので攻撃を遮断されると、はい、そうですね、展開の出鼻をくじかれるようになってしまう。寺戸が距離を詰める、もう一発、さらに続きたかったんですが、マカスキルがしのぎました。
ポイントで考えてもあとちょっとマカスキル選手の戦い方を考えても、寺戸選手がもう圧倒的に有利だと思うんで、まあ、あとは寺戸選手が倒せるかどうか、はい、もう5ラウンドじゃないですか。そうですね、はい、いやホームリングクラッシュを背負う、クラッシュが世界に通じることを証明する、自分が世界に行くと寺戸右ストレート、あだいぶいい位置まで持ち込めますね、はい、そうですね、やっぱあの右で詰めてそこからあの左フック引っ掛けて右のローとか、そういう攻撃がいいと思いますね。21歳のマカスキル、30歳の夏は寺戸信近、念願の世界王座へ。2分半を過ぎています、残り時間。楽にサンドバックを打つイメージでという山本優也選手からのアドバイス、いい形で右ストレート、あとジャブまで打たなくていいんで、こうどんどん左手伸ばして触って蹴るっていうのもいいと思いますね、あれやると結構距離がしっかり分かるんで、はい、あのセコンドからもそういう声が飛んでいるようですね、はい、パンチを捨ててもいいんだと、それで至近距離まで行ってボディ、あとまあロー、はい、そこまで持っていきたいですよね。ローキックは中村さん、もう両方の足、はい、もう両方効いてると思うんで、もう本当もうあと最後の、はい、行ってっていうところだと思うんですけどね、その段階まで2度行きましたよね、はい、さあ3度目を作っていかなければいけません寺戸、左の強力なリード、あーでもマカスキルもこの入ってくるところ狙って左の膝蹴ろうとしてるんで、右アッパー、そしてローキック、この第5ラウンド最初のダウン、寺戸は奪っています、腰に手をやってセコンドを見やる、ここまでは非常にとても苦しそうなんですよね、まあ、でももしかしたらそんなに効いてないかもしれないですよね、それ、まあ、効いてるのは間違いないと思うんですけど、まあ、ちょっと嫌倒れというかそういうダウンかもしれないですね、最後の後半の立て続けにもらったダウンは、立ち上がって続けること自体はできると、はいはい、いや、なんともこう不思議な選手ですよね、マカスキル、そしてその後の膝もミドルキックも強い、それがまた怖い、そしてなんといってもこの長い手足、寺戸は自分の攻撃の前にしっかり距離を作っていかなければいけません、自分の前にしてこれ右のローキック、ああここまで来ました、もう残り20秒ということになってしまいましたね、はい、寺戸ここも組んで耐えるマカスキル、倒したい、倒し切りたい、 KO が欲しい寺戸、やっぱりというパンチなのか、これで決めたいのか、マカスキルが下がる、もうマカスキルは最後倒れたくないっていうの試合しましたね、その一瞬でしたね、はい、試合終了です。いや2ラウンドに2回そして3ラウンド4ラウンド5ラウンドとそれぞれまたダウンを奪っています、テラド判定によって勝敗が決まります、もうこれはそのダウンので、そうですね、はい、ポイントということになりますけれどもね、判定は文句なし3対0、 ISKA 世界スーパーバンタム級新王者に輝いたのは日本ブッチビート寺戸信近、
ったんですけど、すみません。でも本当こうやってチャンピオンになれたのも本当にたくさんの仲間、そして応援してくれる皆さん、本当にたくさんの人たちのおかげとの